跡地の日本家女出版への入り口路地。この突き当たりを右に進んだ場所に、トキワ荘、跡地モニュメントがある。中華料理店、松葉。トキワ荘住人がよく利用し、藤子藤尾は漫画道等にも登場する。トキワ荘は,は東京都豊島区南長崎三丁目に、1952年から1982年にかけて存在した木造2階建てアパート。 手塚治虫、藤子藤尾、石森章太郎、赤塚藤尾ら著名な漫画家が居住していたことで知られ、漫画の聖地となったことから、豊島区によって復元施設、豊島区立時和総漫画ミュージアムが、同区の南長崎花崎公園内に建設された。上等式は1五十二年十二月六日、老朽化により1八十二年十一月十九日に、 解体された。跡地は2020年時点、日本家女出版の社屋となっている。賃貸された部屋のうち2階部分は樹室で、すべて4畳半。その他、共同の調理場、トイレなどが存在した。手塚治虫は1952年に上京して、最初は東京都新宿区四谷の八百屋の2階に下宿していたが、やがて昼夜を問わぬ編集者の出入りの激しさについて、 八百屋の主人から苦情を言われるようになった。この時、手塚は、学童者の加藤健一の次男、加藤博康から、博康の住む新築アパート、時は荘へ入居するように誘われて、1953年の初頭に住人となった。これを皮切りに、学童者が自社の雑誌に連載を持つ漫画家の多くを時は荘へ入居させた。 最も多い時期には7から8名の漫画家が居住し、またその仲間の漫画家も出入りするようになったため、漫画層というニックネームまで付けられた。才能ある漫画家たちが時は層に集まった背景には、寺田博夫の空いた部屋には若い同士を入れ、ここを新人漫画家の共同生活の場にしていきたい。新人漫画家同士で励まし合って、切磋琢磨できる環境を作りたいとの思いがあった。 この他に漫画家が原稿を落としそうになった際、他の部屋からすぐにスケ人トを呼べる環境が欲しいという、編集者側の思惑と、他の漫画家の穴埋めでもいいから、自分の仕事を売り込む機会が欲しいという描き手側の利害の一致もあったとされている。それら若手漫画家たちの多くは後に著名になり、その漫画家たちにより同じアパートに住んでいたという、事実が世間にも伝えられるようになった。 なお、トキワへの入居と仲間入りに際しては、メンバーたちにより、といった基準で厳格な事前審査が行われていたと、される。こうした背景を考えると、トキワに居住したのは単なる若手漫画家ではなく、選び抜かれた漫画エリート集団であり、トキワから多数の一流漫画家が世に出たのは偶然ではなく、必然だったと指摘されている。近所に、 松葉という中華料理店があり、藤子藤雄がラーメンの出前を取るなど、住人らが頻繁に利用していた。この店のラーメンは、藤子藤雄の作品に登場する小池さんの設定に影響したとされる。松葉は現在も営業を続けている。若子種、シーズン4で取り上げられた。また、1955年5月に結成された、新漫画党のメンバー。 すなわち寺田ヒ藤子藤雄、鈴木俊一、森安直也、角田二郎、石森章太郎、赤塚藤雄、その山俊二は、時はそうに当時かかっていたカーテンに各自、結成を祝って漫画を描いた。現在そのカーテンは、おもちゃコレクター、鑑定士の北原照久の所有となっており、漫画界の釈迦の衣と呼ばれている。雑誌、 コムでは1969年から翌1970年に、かけ、各漫画家たちが、時はそうに住んでいた頃の状況を自伝として描いたに、出版。以後も再刊、再編集。さらに1970年代からは、週刊少年キング等に連載された、藤子不二雄の漫画道や、角田二郎のその他くんなどによって、時はそうのエピソードが語られ、更新の漫画家。 あるいは漫画ファンに知られるようになった。その結果、時はそう自体も著名な存在となり、すでに各く漫画家が全員退出してしまった、時期においても見学者が、ハトバスで訪れるといった政治的な扱いをされるに至った。解体前の1978年には、緑容赦より、時はそう物語が刊行され、解体が決まった1981年。 手塚治虫を中心としたかつての居住者らが集まって同窓会が開かれ、その模様は NHK 特集、我が青春の時はそう現代漫画家立志伝として5月25日に放送、ビデオも発売された。この時、建物に残っていた襖で寄せ書きが作成された。これは驚きももの期20世紀で公開された。また、10月3日にはフジテレビでアニメ、 僕ら漫画家時和ワ荘物語が放映された。さらに1996年には市川淳監督、元木正宏主演で映画時和ワ荘の青春が公開されている。時和ワ荘自体は解体された1982年の12月に新築されバスト入れ付きのアパートになった。そして赤塚藤尾作画の看板が掲げられていた。しかし、 バブル景気の最中に地上げに巻き込まれて、さらち化した。現在は日本過剰出版の新刊社屋となっている。時はそうの解体を聞きつけて取材した新聞記者に手塚はかつて住んでいた2階14号室の天井板にリボンの騎士のサファイアの絵と自画像を描いて送った。これは警視庁記者クラブに保存された後、2020年2月26日。 豊島区に寄贈された。時は層10人の自画像とサインを集めた、モニュメント時は層、プロジェクト NPO 法人ニューボリーが運営する、漫画家を目指す若者にシェアハウスを貸し出し、プロデビューをサポートする事業。参加者は、漫画関係の勉強会の受講や、仕事の斡旋、仲介を受けることができる。中には、漫画家の書いた西信や、樹崎清が指導を行うメンター層もある。 主な出身者は、仮面突、中川学部、キララ坂立、123、西村土家西治窓春から、120名がプロデビューしている。時和ワ通り共同プロジェクト南長崎地域の町会や商店会が中心となって進める時和ワの地域活性プロジェクト。時和ワのあった町である南長崎地域では、都市幕との共同のもと、時和ワの 記憶を地域文化として後世につなげるため様々な取り組みを行っている。1999年に若者を中心とする地元有志が記念館建設を呼びかける署名運動を始めた。一方で時和層があったことを忘れたり知らなかったりする地元住民も多く跡地であることを忍ぶものも2007年まではなかった。2007年 豊島区立中央図書館が設けた、時和荘の特集コーナーを見た豊島区議会議員が、時和荘後に近い南長崎ニコニコ商店街の事業部長で時計店主だった小出美希夫に、地元は何もしないのかと問いかけた。それに触発された、同商店街は2007年夏、漫画の神様たちのルーツはここからであったと書いた看板を設置。 記念碑作りを目指す実行委員会が商店街と区役所などの合同で発足し、2009年、豊島区が、時和荘跡から約300メートル離れた南長崎、花崎公園に記念碑、時和荘のヒーローたちを建てた。寺田博ロに関する小冊子作成、水野栄子を招いてのトークショー開催など、時和荘文化の掘り起こしや研究も進めた。2012年には跡地に、 モーニュメントが翌2013年には時キ総通りにお休み書が作られた。こうした活動の母体として地元の町会、商店会と都市幕が2011年に時キ総通り共同プロジェクト協議会を設立。2016年に豊島南長崎時キ総共同プロジェクト協議会へ開消した。記念碑トキワのヒーローたち地域住民と都市幕の共同で 記念碑の混流が計画され、2009年3月に、時和ワ跡地近くに位置する豊島区立南長崎、花崎公園において着工し、同年4月4日に完成した記念碑の除幕式が行われた。時和ワ跡地モニュメント2012年4月6日には、時和ワの跡地に、当時の建物をかたどった石造りのモニュメントが設けられ、除幕式が開かれた。 なお現在の時ワ荘跡地に通じる道路とモニュメントがあるのは漫画などでよく描かれる時ワ荘の正面玄関側ではなく裏口と非常階段があった側である作品モニュメント2015年度から豊島区はモニュメント制作を開始時ワ荘に住んだ漫画家全11人分の記念碑を設置中である手塚治虫、ジャングル大帝レオライア 寺田博、背番号00ロ君、鈴木俊一、ラーメイ屋タイモニュメント森安直屋、稲っ子荒ッ子、水野栄子、星の立子とリンダユリウス・藤子藤フジオは、怪物くん、石の森翔太郎、サイボーグ009赤塚・フジオ、天才、バカボン・トキワソりド・ウリオヤスミショ・トシマクが、トキワソウの情報発信のための拠点として整備した、施設。 2020年の東京オリンピックに間に合わせる形で、豊島区が近くの南長崎花崎公園に外観を復元した区立の施設、漫画の聖地豊島ミュージアムが2019年1月15日着工され、豊島区立時は総漫画ミュージアムとして2020年7月7日に開館した。当初は3月22日に開館する予定だったが、 新型コロナウイルス感染拡大防止のため延期となっていた。内部は当時の漫画家たちの仕事場が忠実に再現されるほか、漫画の閲覧やアニメの上映スペースなどが設けられる。また、1階の漫画ラウンジには、警視庁後方面記者クラブから寄贈を受けた、時はそうの天井版のほか、ジオラマ作家山本高木作のジオラマが特別展示されている。これらの費用は、 ふるさと納税による全国の漫画ファンからの寄付で賄われたミュージアム建設構想が動き出したのは2015年。外観や間取りの記録は当初ほとんどなかったが、トキワ荘解体を伝えた週刊誌の屋根を取り外した工事を撮った写真入り記事が見つかったことや、トキワ荘向かいにあった長屋の住人から、トキワ荘の看板写真が寄せられたりしたことで、細部の再現が進捗した。 警視庁目白警察署は東長崎駅前交番を時和僧に似た外観に改築した。豊島区が要請し図面などを提供した。市運僧は時和僧と同じ豊島区南長崎にあるアパートで赤塚藤尾が仕事場として借りていたことで知られる。市運僧の建物は1959年地区の2階建て。都市幕では2011年から若手漫画家のために 時は層の代わりとして、死運層への入居費用補助などの支援をする死運層活用プロジェクトを実施している。ありがとうございます。